7月10日、江戸川区役所で車椅子の贈呈式が行われました。今回、この車椅子を寄贈していただいたのは、江戸川建設業協会です。平成18年から工事現場で出たアルミ缶のリサイクルによる収入で、車椅子を寄贈していただいています。この取り組みで寄贈していただいた車椅子は合計34台になります。寄贈していただいた車椅子は大切に活用させていただきます。江戸川建設業協会の皆さん、本当にありがとうございました。